か。魔導四輪車で追いつけなくもない。だがこの魔風壁をどうにかしねえと駅の外には出られねえ。そんな、ナツ、ちょっとやめなさいよ。バラバラになっちゃうわよ。やめなさいって。くそ、何を。そうだ、精霊。あの時はエヴァルーの鍵だったからよかったけどね。これエヴァルーが逮捕されたから契約が解除になったんだって。それで今度はルーシーと契約したいってオイランジ訪ねてきたんだ。だってバルゴは地面に潜れるし魔風壁の下を通って出られるかなって思ったんだ。ナンジ、その呼びかけに応え、ゲートをくぐれ。よう、マルコ、激痩せしたな、おめえ。バルゴです。あの時はご迷惑をおかけしました。とにかく時間がないの。契約後回しでいい？かしこまりました、ご主人様。では、行きます。おお、潜った。いいぞ、ルーシー。よし、あの穴を通っていくぞ。よっと。出られたぞ。先を急ごう。うわ、すごい風。ん？ナツはどうした？あれ？ハッピーもいねえぞ。これがハッピーのマックススピードだ！来やがれ！物騒な笛ごと燃やしてやる！ハイガー！ストームブリンガー！うわあ！ナツ！やべえ、シャレになってねえぞ。一体どうすりゃ。しゃあねえやつだな、おめえ。よく見てな、ほれ。はあ、すげえ。おめえが心から求めれば火も自然と応じるようになるもんだ。そうすりゃ火は水にも風にも負けやしねえ。やったぜ、マカオ。燃えてきたぞ、ストームメイル。でっけーん。ストームメイルは常に外に向かって風が吹いている。炎は風には勝てねえんだよ。ストームシュレッド。くそ、ここは。エメラバラム。なんだ、風が奴の方に。そうか、無理、夏じゃ勝てないよ。グレーに任せよ。すがサラマンダーの夏だね。夏！そんなエリゴールさんが負けるなんて。ともかく見事だ、夏。これでマスターたちは守られた。ララバイはもらった。油断したらハエども。よし、この距離なら十分ララバイの音色が届く。ついに、ついにこの時が。バッケー！うん、一曲聞いていきませんか？急いどるんじゃ。一曲だけなら構わんぞい。はい。いたぞ、まっちゃん。シーシー。何この人、マスターブル。あ、エルザちゃん、大きなったわね。いけない。だから黙ってなって。面白いとこなんだからよ。クワトロケルベロスのマスター、ゴールドマイン。何も変わらんよ。もともと人間なんて弱い生き物じゃ。一人じゃ不安だからギルドがある、仲間がいる。そんな笛に頼らずともな。
参りました。どいつもこいつも根性ねえ魔導士どもが。貴様らの魂をな。なんで笛から怪物が。あの怪物がララバイそのものなのさ。つまり生きた魔法、それがゼルフの魔法。行くぞ。ザ・ナイト。カリュウの欲撃。貴様らの魂いただく。アイスメイク。シールド完成。おお、そうか。夏、行くな。よっしゃ。これがフェアリーテイルの魔導士か。フェアリーテイルには借りができちまったな。やりすぎだ。この後間違いないな。もうこの道を通って2日は経ってる。とっくにマグノリアについてていい頃よね。何かあったのかしら。歩いても歩いてもマグノリアの町に着かないじゃないの。この方向音痴猫。腹減ったな。言うな、余計腹減るだろうが。何騒いでんだよ。夏、あれ見て。幻の珍味、羽魚だ。あれめちゃくちゃ美味しいんだ。うまっ、うまっ、うまっ。よし、釣るぞ。くそ、こいつら釣れそうで釣れねえな。難しいのね。結局一匹だけか。ハッピー食えよ。そう、じゃあいただきます。それにしても腹が減ったの。村だ。だったら多分食いもんだ。おい、誰かいねえか。なんか食わせてくれ、頼む。ああ、ついさっきまで飯食ってたみたいだ。この家の連中、どこに消えたんだ。夏たちはキノコか何かを探してこい。村の食べ物には触るな。私とマスターはその間に村の中を調べる。たかがキノコでもこんだけ食えば腹は膨れそうだな。いいから早く取れ。二人とも頭頭にキノコつけて喧嘩しない。どうでした。やはり誰もおらん。この村は廃村。レイジ、特大の見っけたよ。あ、本当。あんたたちは頭のキノコなんとかしたら。なんだ。な、何。あ、キノコ消えた。エルザ、これは。やるぜ、じいさん。待て。なんでだよ。高いところへ登るんじゃ、確かめたいことがある。いやー、わけわかんねえぞ、これ。アライブを発動させるためのものじゃ。ここは闇ギルドの村だ。何。